この前ですね、静岡の護国神社っていうところで開催された、手作り市に行ってきました。いろんなお店があるんですが、今回は、食器、お皿とか、マグカップとかを買ってきました。よいしょ。細長いマグ。これ買うかちょっと結構迷ったんですけど、まあ、買ってみたら使い勝手も良くて気に入ってますね。ちょっと洗いにくいかなとか思ったりしてたんですが、意外とというか手もギリギリスポンジあればそこまで届くような感じだったので、あとこの細さがこう持ちやすかったりとか、ここもフラットになってるので、持った感じもすごいフィットするマグカップでした。あとちっちゃい小皿、豆皿みたいなやつと、なんて言うんだろうな、コンポート皿、ちょっとマットなテクスチャーのお皿になってます。かわいいですよね。で、最初見せたそのお皿も実はこれと同じ釉薬っていうのかな、やつのマグカップは持ってるんですが、お皿も買ってみました。角度によってすごいキラキラ見えてるのかな、するようなものになってます。よいしょ。手作り市自体が僕が行ったのが2回目なんですけど、今年の春行って、で、今回ですね、今年の秋。で、また来年の春に開催されると思うので、もし気になる方がいたら行ってみてもらうと楽しいんじゃないかなと思います。焼き物系の作家さんだったり、あと、お菓子とか、飲食系のお店も、3分の1ぐらいかな、全出店者の中であったりするので、こういろいろ見て回って買い食いとかもしつつ、 あとあれですね、かき氷屋さんとかも出てたりしましたね。僕はなんかお目当てがこのお皿とかだったんで、それが終わった後に神社の方をお参りして、前回ちょっと時間なくて見れなかったので、神社の方をちょっと散歩して、で静岡といえばの爽やかハンバーグの店で、ハンバーグファミレスかに行ってきました。爽やかは、まあ、ハンバーグももちろん美味しいんですけど、ハバネロソースが置いてあるのが最高ですね。めちゃくちゃ合うというか、あんまりこう置いてる店ない気がしていて、ちょっとピリ辛で食べられるのがめちゃくちゃ美味しいです。と、その隣じゃないか、ちょっと近くに、珍しいお店というか、関東には多分ないみたいなんですけど、
京王マートっていう、なんだろうな、成城石井とカルディを足して広くしたみたいなお店があって、そこをなんとなくこう見てみたんですけど、本当に、まあなんかそんなような品揃え、かつ店がめちゃくちゃ広いみたいな感じで、あとは静岡付近のものを取り扱ってたりして、新鮮だったというか、見ていて面白かったですね。よし、これもなんかもし静岡行く機会があれば、それこそ手作り市の帰りとかに行ってみてもらえると楽しめるんじゃないかなと思いました。はい。あと、まあ、これは全然、手作り市とかは関係ないんですが、新しく、うちに来たアガベが届いたので、紹介します。これもう届いた段階から、というか、売ってる段階から発根してたっぽいですが、めちゃくちゃ太い根っこが出てる。アガベの下の田のシャーク。ちょっと青白い、ホワイトアイスっぽい肌の質感なんですが、ちょっと葉っぱが広くて、丸い感じに、なっている個体というか種類に分類されてるやつですね。音が分かりやすいか。もうちょい丸肉厚になってくれると嬉しいですが、まあちょっとこのままちょっと根っこ切ってこんくらいそのまま植えちゃって、育ててみようかなと思っております。はい。じゃあまあ、これはこんなところで終わろうかなと思います。以上。はい。ありがとうございました。